おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで今日はこの私のいつもの部屋から2022年のちょっと目標を皆さんにここで宣言してこの1年をスタートさせたいなと思います。イエーイ。最近調べてるのがやっぱりコット。これはもう去年からずっと言ってるんですけど、なかなか手がまだつけれてなくって、っていうのもやっぱりこうピンキリなんだよね。でも値段が高くなればなるほどやっぱりいいものになるじゃん。いろいろ深夜さんのコットを借りて寝てみた結果、やっぱり値段が高い方が良かったんだよね。でも高いからそれでまだ悩んでる、まだ悩んでる。いつまで悩むんだろうってぐらい。まあでも今年一発目のキャンプは自分の買ったコットでやりたいなって思っていて、インナーテントを使わないバージョンのキャンプ泊っていうのをやろうと思ってるので、今後のさキャンプ人生のだいぶ重要な寝具だからね、寝る私のベッドになるわけだから、寝心地のいいやつにしようかなっていうのがまず今年の一番最初にやりたい目標っていうのと、あとは次にやろうと思ってるキャンプっていうのが、テントの中だけで完結するような巣ごもりキャンプっていうのをやってみたいなと思っていて、冬だからこそかなっても思ってるから、すぐにでもやりたいと思ってるんだけど、いろんなタイプのキャンプをやってみたいなって思ってます今年は。まあみんなが一番気になってるのはきっとキャンプ場だよね。リファのキャンプ場どうなるんだろうっていうところだと思うんですけど、今年完成させたいなって思ってるんですよ。なのでまず私がやらなきゃいけないなって思ってるのは、土地をならす、一回平らにするっていうのをまずやらなきゃなっていうのと、最低限のことをやってまずは自分がよしって思えるものを今年中に作りたいなって思ってます。キャンプ場は今年完成させます。もう宣言しとこう。私が今頭の中で描いているキャンプ場っていうのは、ハーブ畑を作る、バーベキューサイトを作る、ベンダーがあったかいトイレ、お湯が出る水場、この2つはもう絶対私の理想。シンボルツリーをどんな見た目にするかっていうのも今年すごい楽しみなことの1個です。あとはキャンパーのいろんな方とコラボしていきたいなって思っていて、そんなことができたら面白いなって思ってます。で今はもう自分のキャンプ場も見つかったことだし、そこで曲を作っていきたいなって思っています。さあ2022年はどんな年になるんですかね。キャンプ三昧にしていきたいなって思ってるけど、実際のところ今冬キャンにビビってるっていう。今年も皆さん何卒よろしくお願いします。イエ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 イ。さあということでミュージックタイム、イエイ。ちょっと気分が乗ったので曲を作っちゃいました。イエイエイ。それでは聴いてください。2022年一発目の作曲、 Day by Day。動画を撮った後にノルディスクとヘリノックスのコットが気になって今調べてるんだけど、ちょっと安くなってるやつが楽天にあったの。これ買うべきだよね。やっぱ良かったし、なんか見た目もめっちゃ可愛いんだよな。なんか白くてさ、買っちゃおうかなと思うんだけど、みんなどう思う？いやでも買っちゃおう、買っちゃおう、買っちゃおう。本物かな、それだけが心配。
あー、ドキドキする。買います。3、2、1。あログインコーナーでしたね。よし、ついに買います。いきます、せーの。高いけど奮発して買いました。頑張るぞ。